黒塚を演じるにあたって、やはり最初に出てくる女性というもの、そして後半に出てくる鬼女、鬼というものを演じ分けるのが、やはり非常に難しくなってきます。ただ、前半の静かな女性を演じるだけではなくて、やはり後半につながるこの鬼の、力強さというものを秘めて演じていって、そして今度は後半には人間に裏切られたこの怒り、そしてある種の悲しみというものを描き出すことが、この黒塚には非常に重要になってくるかと思います。能の稽古において、やはりこの構えという姿勢とすり足、これを用いて演じていくわけですが、やはりこれを、まず稽古で通して、動いていくだけでも、やはり下半身、腰、そして発声する時の、筋力というのが、自然と、培われていきます。そして、実際演じる時には能面というものを、用いるわけなんですが、やはり能面を用いると視野がまず狭くなるということと、一つ暗闇の中に自分が置かれてしまうというところでの精神的なものを鍛えていくのがこの稽古であって、実際の本番は1回ですので、この1回に向けて稽古をすることが、この能には非常に必要になってくるものになります。能を鑑賞するにあたって、やはり準備としてですね、物語のあらすじ、ストーリーをですね、頭に一度踏まえてからご覧になることが一番いいかと思います。能を見るときに、ただ見るのではなくて何かを感じるということが、この能を見るためには非常に必要なんですね。やはり能の舞台というものは非常に簡素な昔ながらの舞台でございますので、非常に見る方の発想力というものが重要になってきます。能を演じるにあたって、大半の曲目はこの能面というものを、仮面を用いて演じます。この能面は木彫りのものですので、やはり表情が変化することはないんですね。ただこの木彫りの能面の上に彩色というもので、人の表情というものが描かれるわけなんですが、これがうつむくことによって少し悲しげな表情を映し出し、また地面や水に映る自分の姿、月を見るときに少し下を見る、このことを曇らせるというふうに言います。そしてその逆に上を少し見ることを照らすというふうな言い方をしまして、これは遠くにある山や月、そして自分の少し晴れやかな表情を出すときに、少し表を上に向けることによって、この感情というものを能面で表していく。ですので、今では能面のような表情というようなことを無表情な方に対して使うことが非常に多いんですが、逆にですね、能面のような表情、この能面というものは表情が詰まったがゆえに、あのような形をしているということが言えると思います。姿形変わらず現代に残っているわけなんですが、やはり初めて見る方によって大きく分からなくなることというのは言語ということだと思います。ただ能を演じるにあたって、やはりその根幹を覆して公演を続けることがなかなか難しく、やはり能の場合は興行としてのものではなくて神事というものが前提にある中で、解説やあらすじというものを前もってお知らせするということが、この今の初めて見る方に対してのアプローチの方法になります。この能というものを通して学んでいただきたいことは、日本のこの作法だったり礼儀、
何かを思うというこの文化を脳というものを通じて勉強していただければと思います。